はい、そしたらどんな厚みで使う鉄仮面の説明です。こちらが上で、こちらが下になります。で、餌を入れるのはここを開けて、で、ここに餌を入れます。で、閉めて、押していくときはここに水の抵抗がかかるんで、押していくときはここはもう閉まった状態なんで餌は出ない状態です。で、これカゴを、上へ上げると水の抵抗が逆にかかって蓋が開くので、ここから餌が出るようになっています。